リバログチャンネルのお時間です。はい、やってまいりました我々本拠地ミート。今日はあのね、ずっと行きたかったお店、はい、やっと来れました。あ、ほんまヒサロですか。おい、ヒサロ、上だ、上だ、あの年季の入った看板。あ、こっちですか。見えますこれ。今日体焼きに来たわけではなく。違います。体焼きに来たわけでもなく、株式会社プログレスにも来たわけでもありません。はい、今日はあの水戸で有名な蕎麦、はい、肛門蕎麦食べに来ました。いや、何やら、うん、大盛りの 1.2kg 蕎麦があるということで。1.2 ってもうそれ体鍛える重量なんですよね。大盛りよ、大盛り、大盛り蕎麦で大盛り。まあ大食い YouTuber であるこの私ともあれば、まあ、1.2kg 余裕なんですよ。いつから大食い YouTuber だったんですか。大食い YouTuber じゃないんですか我々。違いますね。全然違いますね。違いますか。はい、とにかく100分は一見にしかずです。まだ、はい、実際にじゃあ食べに行きましょうか。はい、はい、次はね、ちょっと入り口がね、本当に大丈夫かみたいな入り口なんだけど。そうですね、初めて来る方はちょっと気合い入りますよね。気合い入りますね。ここです。この3種類しかないんですよ。はい、つけ、けんちん、はい、ごまみそ、ざる、まあ、今日この3つの中のざる、まあ、そばも食べてきたんですけど、はい、またやったっすか。またやりました。またやりました。ざる、はい、そばの大盛り食べてきました。1.2kg。 はい、はい、あのその動画がこれから上がりますんで。はい、ぜひご覧ください。はい、はい、お腹いっぱいです、はい。ちなみにこの階段上がっていくんですか。最初来た時間違ったかなって思ったんですよね。なんか日焼けサロンだったりさ、ボクシングジムとかさ、はい、いろいろあってさ、いや、ご飯屋さんあるよ。大丈夫みたいな。ちなみにあれですよ、僕がちょいちょい動画内で肌が黒くなるんですけど、あのここら辺近辺のヒサロで焼いてます僕も。この辺近辺です。この辺は日焼けが結構繁盛してるわけです。ありました、ありました。じゃあ本編をどうぞ。今あの席について注文したんですけど、はい、あのここのお店4種類しかないんですよね。4種類、4種類けんちん大盛りになります来ました。今ね、のりしか映ってないですね。本当ですか。はい、見せてますね。じゃあ行きます。はい。出てきた。出てきた。でかっ。この顔が負けた。負けた。やばいね。舐めてたわ。ちなみにこれが普通盛り。普通盛り。これが、これが大盛りですね。やばい。さ、伝わるかな、この麺の太さ。うどんぐらいですね。うどんだね。色が違うだけだよね。うどんですよね。はい、たまんないっすね。通盛りでもなかなかの量あるっすねこれ。うん、このなんつうの、他のお店だったら大全然大盛りで。ちょっと食べますか。食べましょう。はい、ごまみそもでも美味しそうじゃない。ごまみそね、うまそうだよね。うん、食べよう、はい、食べよう。もうね、お腹空いてます。はい、いきます。いただきます。キンキンですよ。何週間前に食べてもらうか。すいません、いただきました。いただきます。はい、どう食べていいか分かんないね、これ。海苔どうしよう。それ海苔で1キロぐらいあるっすよね。海苔でバンバンになっちゃう、これ。え、本当のところどうやって食べるんだろう。ちょっと落としちゃうかも。それはうどんですか。うどんですね。あ、ごめんなさい。うどんですか。うどんだよ。じゃあ、いただきます。確かな食べ応え。うまっ。食べ方汚いですね。これ何も言えない、申し訳ない。食べ方汚い、はい、うん、いや逆に綺麗な食べ方を教えてほしい。でもこう一般的なこうツルツルとした麺ってよりは麺が太いんでこうゴワッとした、はい、噛み応えのあるしっかり麺ですね、うん。あんま蕎麦では食べたことないかもしれないですね。あ、ない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 。
うまいね。今思ったけど冷静になって、とんでもない量だ。あの普通盛りでもおそらくだけど700ぐらいあるよね。あるね。僕の拳が、あ、ごめんなさい、あんまピンとこなかった。拳で例えるタイプじゃないよね、絶対。進めないよね。ぜひカメラマンはあの食べてほしいんで一回食べ進めますか。はい、だいぶ食べ進めましたね。だいぶ減りましたね。早くないですか。余裕ですよ。なんか結構重いかなと思ったんですけど、やっぱりザルですから、ザルですよ。一すすりいきましょう。僕ぐらいの吸引力になると、一すすりでできるんですよ、この人。常人の人は真似しないので。引き立てのマックシェイクすすってるみたいですね。めちゃめちゃわかるわ、その例え。わかりやすい。上がってこないでしょ。上がってこない。そばはやっぱすすった方が美味しいんですよ。はい。ちょっとね、音がうるさいって思うかもしれないですけど、はい、この音も味なんで。出ました、音も味。今日の名言ですね。なんか空気が溜まった気がする。水戸駅からだとちょっと歩くよね。歩く。何の近くって言ったらいいんだろう。常陽銀行かな。うん、常陽銀行本店さんの近くですね。はい。そろそろあれじゃないですか、大食い出たらいいじゃないですか。ジャイアント白田と戦え。戦えろ俺。いける。いける。この人やばいよね。やばい。ラーメンとんでもない派食ってっからね。だってね、ひろみちより顔でかいもんね。お前の大食い力は顔のでかさで決まるのか。そうだよ。最後一口です。ごちそうさまでした。はい。うわ、美味しかった。お腹、腹何分目ですか。腹 9.9 割刻みますね。あとネギ食ったら満杯じゃないですか。9.9 割。いや、この刻みのりでも無理よ。10割。いや、でも美味しかったです。はい。でもこの 1.2 キロで900円です。すごいっすね。店員さんもすごい元気でね、店主さんもすげえ張り切ってるんで、いつもって言ってるけど、あなた今日初めてですよね。絶対いつも張り切ってる。間違いない。そんぐらい元気。間違いない。ランチ時は結構やっぱ混むね。混みますね。うん、なんでまあ、早めのご来店がいいかなと思います。はい。はい。ぜひ、コウモトバさん、いらしてください。はい。はい。じゃあまた次回の、バログチャンネルでお会いしましょう。はい。さようなら。さようなら。